にちは、ガーデンプラスの宮越です。目隠しフェンスを設置したいけどどのフェンスにしたらいいかわからないとお悩みの方必見です。この動画を見ればぴったりのフェンスが選べるようになります。目隠しフェンス設置で一番大事なポイントを押さえた上で、目隠しフェンスに対する希望の費用感をざっくり3つのタイプに分けて、それぞれへのおすすめ目隠しフェンスを合計10個紹介します。まず目隠しフェンスを設置する際に一番大事なポイントは、どこから何を隠したいのかということ。ここが曖昧なままフェンスを考えても失敗します。今お出ししているのはフェンスの高さと見え方の資料です。ちょっと文字が細かいので、ぜひスマホを横向きにして見てみてください。例えばお庭でバーベキューをするときに道路を歩く人からの目線を隠したいということであれば、この条件の場合少なくとも真ん中のフェンスの高さ 1.6 メートルは欲しいところです。道路を歩く人からリビングへの視線を隠したいということであれば、 1.8 メートルの高さ分の目隠しが欲しいです。道路との高低差など条件はその家ごとに違うので、実際に高さ何メートル分が必要かというのは現地で担当さんと一緒に確認することをお勧めします。この一番大事なポイント、隠すという機能が果たせるフェンスということを前提に、予算感に応じておすすめの目隠しフェンスをご紹介します。具体的に何円かかるかっていうのは設置する範囲や高さによってだいぶ変わってしまうので、目隠しフェンスに対する予算感をざっくり3つのタイプに分けて、それぞれのタイプへのおすすめフェンスをご紹介します。まずは3つの予算タイプごとのおすすめ目隠しフェンスのジャンルについてお話ししていきます。とにかく安く目隠ししたいという安さ重視タイプの方におすすめの目隠しフェンスは、オリジナル商品アルミ単色、この2つのフェンスです。そのブランド、そのお店のオリジナル商品は一番安いことが多いです。凝ったデザインのものは少ないですが、ベーシックな機能は抑えた商品が多い印象です。アルミ単色フェンスというのは、こういったアルミの素材感をそのまま生かしたフェンス、金属感があるのでスタイリッシュやモダンな雰囲気に似合います。予算タイプ2つ目、コスパ重視タイプの方におすすめなのは、アルミ木調フェンス、鋼弱フェンス、樹脂フェンス。アルミ木調フェンスは簡単に言うと、先ほどのアルミ単色のフェンスに木目調のラッピングを施したものです。軽くて安いアルミフェンスに木目のデザイン性を追加したコスパのいいフェンスです。鋼弱フェンスは一般的なフェンスよりも背の高いフェンス、フェンスだけで高さを出そうと思うと、こういう感じでフェンスを上に並べていく多段仕様が一般的ですが、デザインにもある程度こだわりたいなら、デザインのノイズとなる継ぎ目がない1枚で高さを出せる鋼弱フェンスがおすすめです。樹脂フェンスというのは、先ほどまでのアルミ素材ではなく樹脂をベースに作られたフェンスのこと。アルミ素材よりも触れた時の質感が柔らかいというか、より木の風合いに近づけたデザインが特徴です。デザイン性重視タイプの方へのおすすめフェンスは、格子フェンス、パネルフェンス。格子フェンスは細い角柱を並べて縦格子、横格子を作る目隠し。パネルフェンスは1枚の大きなパネルで構成されたものです。フェンスというよりも壁といった方がイメージしやすいかもしれません。ここからは具体的な商品名を含めて、タイプ別におすすめ目隠しフェンスをご紹介します。安さ重視タイプの方におすすめのフェンス、1つ目はバリューセレクトミエーネフェンス。こちらの動画でも詳しく解説していますが、ガーデンプラスで扱っているオリジナル商品で、圧倒的に安くしっかり目隠しできます。ルーバータイプなので風を通す隙間はあるけど、視線は完全に隠してくれます。シンプルなデザインにアルミ系の5色展開です。2段支柱というフェンスを縦に2つ並べる立て方もできるので、高さが必要な場合にも対応できます。デザインがシンプルなので、勝手口側とか臨地の境界側の目立たない場所に設置するのもおすすめですが、目立つ位置、建物正面とか道路から見える位置とかに使うのもいいです。お家を含めた外観全体の中で目隠しフェンスがデザインの主役ではないという場合は、むしろ主役を引き立ててくれるアイテムになります。目隠しできるという機能面とコストが最重要なら、まずは検討すべきフェンスです。安さ重視タイプの方におすすめのフェンス、2つ目はリクシルフェンス ABYS3 型。先ほどのルーバーとはデザインが違い、隙間のある横格子のデザインです。最近各メーカーがラインナップを増やしてきてるんです。隙間がある分多少は見えます。ですが全体のデザイン的にはすっきり見えるというメリットもあるんです。ミエーネと同じく多段柱で縦に並べられます。防犯対策として上下で違うデザインを組み合わせて、目隠しはしつつ人の気配は感じられるようにもできます。カラーバリエーションが豊富なので木目調のデザインもありますが、安くするならアルミの単色です。シンプルモダンな外光ならシャイングレーやナチュラルシルバーなどのステン系のカラーですっきりと見せるか、ブラックでかっこよく見せるのがおしゃれだと思います。
安さ重視タイプの方におすすめのフェンス、3つ目はバリューセレクト木アルフェンス。安くしたい、でも木目のデザインも諦められないという欲張りさんは絶対にこれです。ナチュラルな印象の外光に仕上がる目隠しフェンスです。実は木アルフェンスは片面が木目調のラッピングで、裏面は黒のアルミカラーになっています。どちらを表としてもいいですが、外観全体の印象を演出したいなら道路側を木目にするのがおすすめです。建物側、お庭側も明るいイメージにしたいなという方は YKK エピのルシアスフェンス YS3F 型がおすすめ。内側にプラチナステン色が選べます。安さももちろん大事だけど、デザインにもこだわりたいというコスパ重視タイプの方におすすめの目隠しフェンスは4つ。1つ目は F&F マイティウッドフェンス、2つ目は土新建材エコモックフェンス。天然木の風合いを再現した質感が根強い人気の木樹脂製で、お値段以上にいい感じに仕上がるので人気の目隠しフェンスです。一番リーズナブルなマイティウッドデコ2でもカラーバリエーションが10色もあります。他のシリーズも入れるともっと増えるカラーバリエーションの豊富さが魅力です。また柱を立てて板を1枚1枚貼っていくという施工方法なので、板の幅や色を組み合わせたり、必要なところにだけ板を貼ったり、用途や好みに合わせてカスタマイズできます。エコモックフェンスは樹脂に木粉を混ぜた素材なので、より本物の木っぽい温かみのある質感が特徴です。板の縦幅が 145mm と他のフェンスに比べて少し幅広なので、木質感を生かしたナチュラルなデザインにおすすめです。 45mm 幅の板もあるので組み合わせてもおしゃれです。色はブラウン系とグレー系の濃淡で2色ずつの4色展開。どの色も優しい風合いで植物の緑との相性がいいです。コスパ重視タイプの方へのおすすめフェンス3つ目は YKKAP シンプレオフェンスの光弱目隠し対応タイプ。おすすめ目隠しフェンス4つ目は三強アルミレジリアフェンスハイタイプ。この2つは通常の目隠しフェンスよりも高さを出せる光弱フェンスです。シンプレオフェンスとレジリアフェンスはフェンス1枚あたりの高さが 1400mm と 1600mm の仕様があります。ただし強度を持たせるために柱を1メートルごとに立てなくてはいけなくなるので、2段施工の方が安くなることもあります。2段施工よりもデザイン的にすっきり見えるところがメリットです。どのフェンスにも言えることですが、フェンス本体1枚の価格だけじゃなくて、必要な柱の本数や必要なパーツが設置場所や立て方によって違うので、どの商品が一番安いかなというふうに比較するなら、同じ範囲で商品を変えて見積もりしてもらってください。デザイン性重視タイプの方へのおすすめ目隠しフェンス1つ目はリクシルプログコートフェンス、2つ目は YKKAP ルシアススクリーン。細い格子のタイプで、どちらの商品も横格子、縦格子の2パターンあります。細い格子はかっこよくてモダンなデザインになるので、洗練された外光にしたい方におすすめです。縦格子は和モダンスタイルにもよく採用されたりして人気ですが、あえて外した横格子も斬新でおしゃれです。ただし縦横どちらも正直目隠し効果は他のフェンスよりも低いです。縦格子は斜めからの目隠しにはなりますが、正面からは結構見えますし、横格子も近くから見れば隙間から奥が見えます。でもおしゃれなので、外観全体のデザイン性を重視したいならぜひ検討してほしいです。見え方が気になる場合はメーカーのショールームなどで実際に確認するのがおすすめです。デザイン性重視タイプの方へのおすすめ目隠しフェンス3つ目は高匠エバーアートボードフェンス。高さが 1800mm と 2400mm というしっかり目隠しできるパネルタイプです。カラーバリエーションはなんと70種類以上。ブラックやホワイトといった単純な色だけじゃなくて、木目調や石調、塗り壁調、メタル調といった本物のようなリアルな柄がたくさんあります。室内の壁紙を選ぶように自分だけの空間を作りたいという方におすすめ。高さのあるボードタイプだけだと圧迫感を感じることもあるので、他のタイプのフェンスや植栽と組み合わせて抜け感のあるデザインにするのもおしゃれです。ちなみにデザイン性重視でお気に入りの空間を作るという意味では、フェンスだけじゃない目隠し方法もおすすめ。こんな風にフェンスと塀を組み合わせたり、屋根と目隠しが一体になったエクステリアでお庭をデザインするのもおしゃれです。特に三強アルミのクロススタイルはメーカーとしても力の入っている新商品。ラグジュアリーな空間を演出できるエクステリアシリーズです。目隠しパネルのラインナップも豊富で、例えば最高タイプのパネルと格子を上下で組み合わせたりもできます。その他のフェンス以外の方法も含めた目隠し方法についてはこちらの動画で詳しく解説しています。最初にもお話ししましたが、目隠しフェンスを考える上で一番大事なのは機能性。せっかくつけたのに思ったより隠れなかったではもったいないです。どれくらい隠したいかは人それぞれ違うので、自分にとって必要な機能をしっかり満たせることが大事です。そこから予算やこだわりに合う商品を探していきましょう。
そのためには現地でしっかり高さや見え方を確認するのが必須です。見られる側だけじゃなくて、実際に自分が道路側に立ってみて見え方を確認するのもおすすめです。ガーネンプラスでも目隠しフェンス工事を含む外交工事のご相談、お見積もりを全国無料で受けたまわっております。後悔のない外交計画のために一緒に考えて最適なものを選んでいきましょう。気になる方は概要欄のリンクからサイトまでアクセスいただきお問い合わせください。このチャンネルでは外交工事に関する情報を実際の施工事例写真やイメージ図面を用いて分かりやすく解説しています。外交工事を検討中の方はぜひ次回の動画もご覧ください。